ひめきゅん超ラジオ館濃縮還元はい、毎週土曜夜7時からやっております。ひめきゅん超ラジオ館をね、ギュギュギュッと濃縮して、ひめきゅん超ラジオ館濃縮還元ということで、はい、やっております。はい、ではまずはラジオ館恒例ですね、まあ、はい、自己紹介できましょうか。はいはい、はい、じゃあまずはもう一回からあのアドレスと一緒にお願いします。はい、メールアドレスはひめ @rnb.co.jp というわけで、hime@rnb.co.jp です。どしどしお待ちしております。待ってまーす、待ってまーす。ということで、15歳高校1年生長谷川舞香です。よろしくお願いします。イエーイ、めっちゃ久しぶりやないですか。ねえ、お久しぶり。何やってたんですか。ちょっと山ごもりしとった。はい、次まいまい行こうか。はい、ひめきゅんの親指ひめ、まいまいこと岡本まいです。14歳の中学2年生です。はい、今日はハスキーボイスで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ、ちょっとハイトが帰ってきました。ハイトが、はい、右だけ刃の16歳の単語とコーンのほのかです。よろしくお願いします。イエーイ、右だけ刃、左、ちょっと待って、あれですよね、刃の次にあのショートカットになった河野さんですよね。そうですよ、はい、シャームポイントめっちゃできたし、よっしゃよっしゃ、ちょっと反応反転にできた。はい、次私、渡辺美奈です。よろしくお願いします。イエーイ、悩みよっかということでね、ということで今週は、今週の思い出ということで、はい、今回やってみたいと思います。では、今週はですね、私たち9月24日に、そうなんです、ね、川の上でね、定番公演番外編をやってみました。出張っていうのかな、遠征ね、遠征なんですよね、出張仕事ね、確かに仕事だけども、出張はしたんですよね。で、25日にね、キスケのイベント、はい、キスケ丸ごとフルーツボックスって言って、キスケをジャックさせていただきました。でまずは川の上から、はい、話を聞いてみたいと思います。じゃあ前は、はい、なんか9月って全然イベントがなくて、9月4日ぶりのイベントだったんですけど、まあ、それまで、まあ、レッスンでは歌って踊ってたんですけど、ファンの皆さんの前では全然歌って踊ってなかったんで、もうかなりはっちゃけました。めっちゃ楽しかったです。そう、あれ、はい、もどう練習とかやったら歌うだけ、なんか一方的みたいな、確かに、ね、なんかね、答えてくれて嬉しかったでも、カーネーの定期公演に向けてね、結構ハードなスケジュールで、そう、頑張ったね、頑張った、夜やばかったよ、そうなった、なった、手とかやばかった、ね、もうね、手、両腕、両足なっとった。前日に練習ね、ハードすぎてさ、全力でさ、手抜けるかと思ったのか、そう、ループでこう手結構振りあるやんか、うん、あるあるある。で、その時、めっちゃこう頑張って、勢いよく出して、勢いよく止めたりしちゃったら、もう、ね、特に右腕ね、まあ、人差し指がね痛くなった。なんであの琴田直樹まあね、あの浜田敏也、琴田だけのところを頑張ってやったら、めっちゃ痛くなった。めっちゃ力入れすぎや、そこだけやで、頑張った。そうでね、なんでさっき出たけどね、ね、そうごめん、もうネタができたね、なんでなんですよ、なんでじゃとかそんなんじゃなくて、なんでなんですよ、なんでと、なんやったっけ、あと思いきや、イントネーションの違いですね、あー今のね、うん、で、その言い方やったら、ね、うざがられるんですけどねいや、でもなんかほのかだけが言ったら多分うざがられると思うんですよ、みんながだけど、みんなが言ったら普通に思えてくると思うんで、みんなも言ったらいいなかなって、そういうこと、はい、麻痺させようと感覚さっぱりわかりませんえ、あの昨日の定期、昨日これね、実は25日に収録してるんですけども、昨日の定期公演川の上、伊、うん、賀さん起こしたよ、あのエミラが振って、ほのかがその面白かったって言ってくれましたよ、言ったけど、でもオチはないわ、わけわからんわ、でも面白かったって、前はその後言ってもらいました、おもんなかったら早く負けって言われる
ほのかもやるならやる、やらんのならやらんでやれって言われました。まあまあまあ、でもそれはほのかオチがないのが有名なんで。そう、オチないんですよ。それはもう定番になって、今のももうちょっと説明せな。要するに、そうそう、それ確かにあれなんでっていう決め台詞ができたってことね。そうそうそう、違う、違いますよ。違うの？どういうこと？だから言われてうざがられるの、うざがられるというパターンができたってこと。だからそれがびっくりしたっていう。いや、さっぱり落ちがない。やっぱりこれ落ちがない。だからおのか落ちないんですよ。知らなかったんですか？前からないです。今日のラジオ聞いてる人はもうほのかの話に落ちがないって、ね、頃にほのかは知ったんですよ。その自分に落ちがないってこと。君落ちがないって報告したいだけなんですか？じゃあ、あれじゃない。はい、ということで、私進行させていただいてます。渡辺美奈です。進行させていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。考えていこう。結構成功に終わったんじゃないですか？結構ね、結構すごかった。久しぶりに。そう、私ね、前々も汗、海やった。もうね、今回は照明が近くて、はい、汗倍みたいな。倍って倍まではいかんより上あるん。滝。え、滝？え、違う、滝からの川からの海やけん。滝ったら結構うん、もういいわ。いかん、もう説明できた。お前も落ちないか。宇宙にしよう、宇宙に。そうそう、宇宙。宇宙水ないやろ。いや、宇宙くらいの宇宙。そのネタつまらんかな。ほのかよりマシやつ自分では思っとんやけど。はいはいはい、2人とも似たり寄ったりですよ。大変なことになってきたよ。大変なこと誰かまとめて。お前。はい、ということでね、あ、でも川の絵はほら物販の時もうんうん、いつもは狭いけども今回広かったじゃないですか。そう、伸び伸び、そう、伸び伸びできた。すごく広いスペースでね。うんうん、舞台と物販の場所入れ替わったみたいだったね。うん、なんかね、はい、ということで、はい、その次の日、もう次の日ですよ。今日ですね。今日ね、今日だね。決まりごとフルーツボックス。イエーイ。若干疲れの取れぬまま朝からやっておりましたけども、お昼か、お昼からかやっておりましたけども、うん、これ結構楽しかったけど、楽しかったけどね。結構てかかなり楽しかったよ、もうマジ、うん、思った。昨日と今日連日とかも最高やけどね。なんかね、写真。ね、ファンの人たちとね、写真撮るために部屋どんどん乗り込んでいくんやけど、萌がめっちゃなんか写真撮るよみたいな感じで入ってたら、みんなめっちゃなんかえみたいな感じでなんか、うん、はみたいな空気になっとって。でもさ、あれってさ、なんか姫キュンのイベントがあるって知ってなかった人とかが、ね、もしこんなになんていうのかな、うん、ね、うん、デザート、うん、この姫キュンだったらってこと。大人だったら、うん、お前らなんぞってなる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 、え、なんでいきなり入ってきたんとかってなるよね。なるね。で、あとボーリングもねしたよね、一緒に。対決か、対決した。終わっとったんだけど ね、もう毎度エミネが一チームで頑張ったよ。ほのかと萌香とサックが一チームで、うん、あとプルね、プルアップルでね、でやったんですけど、エビとマイマイのチームは2人やったけんやないそれ、うん、投げる回数は一緒だから、うん、それやけど、なんかこう、なんていうの、3人やったら、まあもうまぐれ的にこう上手い人がおるかもしれない、ね、そういうことね。どっちかが上手くないと確率的に絶対負けるみたいな、うん、ね、もうね、ガーターばっかりやったね。マイマイはね、え、エミネもまあまあ出しちゃったけど、まあエミネの方がね、得点取ってくれたよね。まあ、ありがちなもんね、ものか、ね、ガーターばっかりやったんけど、でもなんか、説明しよう、ラジオってほら、見えないわけだから。え、説明今しなくない？いや、下手だよ。もっとだから、ボーリングのシステム的に、どういう勝負をしたかって。まあ、はい、そうですね。なんか、ね、1連ずつに、こう、チームをね、振ってって、で、どんどんなんか、2ゲームで、対決でしたんですけど、まあ、萌たち姫キュンは、姫キュンで、チームを組んで、まあ、なんていうんですか、ね、そう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 、まあガチレースだよね。うん、めっちゃガチすぎて、あの萌たちの話聞いてくれんかったっけね。あのそうそうそう、当初は実はハンディ30にガーターレーンをこう上げて、あのガーターないようにしたんですけども、まあ、ある人がなんか、うん、とんでもないこと言いやがって、ハンディなし、ガーターレーンなしということ。なんかおおよそ、まあ予想はつくけど、まあ言わんとこ、あえて名前伏せとこうか。あーちゃんだけど、うん、ほらね、あーちゃんが、うん、いいそうやん、ガーターなんかいりません、なんでバカバカやって言って、まあ、ボロ負けしたんだけど、うん、まあ、ということでさっきの話みたいな形で、そうそうそう、みんないろいろあったみたいで、で、でも、まあ、その後ライブがあったりもしてねえ、キスケであんだけ収まったの初めてじゃない？そう、めっちゃすごかった。前1回したっけね、うん、全然した。その時よりめっちゃ増えとったね。もうその時レーン、違う、レーンやったっていうのあるよね、横に長いけん。え、でもそんなにあれやったよ。結構横までおったよ。なんかそこから見えるみたいな。横顔しか見えんよみたいな。
まあ、なんか半分ぐらい増えとった気がする。そう、すっごいたくさん来てくれて、ライブの前にカラオケも、あ、それもちょっと説明してください。え、カラオケさっき言いました。あ、ごめんなさい。なるほど。あの、ちょっとあのメール来てますよね。あ、ということで、はい、そうそうそう、感想のメールもたくさん来てますので、はい、じゃあ萌え読んじゃっていいですか。はい、お願いします。え、はい、ラジオネーム床屋さんからです。ひめきょんさん、こんばんは。こんばんは。行きつけのイベント参加しましたよ。最後のライブしか参加できませんしたが、あら、すごく楽しかったです。いきなりなんですが、今僕悩んでることがあるんです。 え、何かというと、ひめきゅんさんのことはすごく応援しているんですが、新居浜なのでほとんどライブとか行けないんですよ。なのにたまに行けるイベントとかに参加して、握手会など参加しても、人見知りのせいかあまり思ったことが伝えられないんですよ。少ないとは思いますが、僕みたいなファンの人もいると思うんですよ。なので何かいいアイデアなどあったら、早口すぎて思ってますということなんですけれど、何か、それは回数を重ねて慣れることですね。それは大事かも。とか、なんていう、まあ、なんて言ったんやろね。もう一回はっちゃけた、いや、はっちゃけるなんていうの、一回、わーってなったら、一回自分をさらけ出すみたいな。そう、一回、バーって、そう、やろう。恥ずかしいけど、みたいな。思い切って、なんかギャグとかやってみたらどうですか。思い切ってコスプレとかしてきた方がいいと思います。喋れるね、そしたら。喋れると思う。インパクトに残ってね。確かに、あのオレンジのつなぎとかやったらね。あー、いいね。でもしてもらいたいよね。ね、コスプレ。まあ、したい、したいじゃないわい。そうだね。したいじゃないわ。全然間違えた。はい。なんかまあ結構なんかね、ネタ盛り込んできてくれる人多いけん。多いね。恥ずかしいやないこの格好とか思っても、意外とね、なんか、すごいネタ盛り込んどる人これけんね、うん、そう、なんか見てて楽しそうよね。うん、ねえ、ほんといろんなことしてくれるもんね。そう、めちゃくちゃ楽しい。はい、そう、笑ってます。ということで、ね、他にメールありますか。ほのか、あ、ありますよ。ラジオネームポンタさんからです。はい、こんばんは、ひめきゅんの皆さん。こんばんは。1日キスケイベントお疲れ様です。ボーリング大会の方は参加できなかったんだけど、楽しく見れてライブも最高でした。ワクワクした、1日ワク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 した1日に になりましたね。カラオケで優勝した方がどんな方か気になります。カラオケ大会って言ったかな。ボーリングはスコアより楽しく流れたらいいと思いますよ。カラオケの締めの曲何歌ってますか。ゆっくり休んでくださいね、とのことです。ありがとうございます。とりあえずカラオケ1位やった人どんな人だったっけ。ね、審査員、そう、今日ね、見舞い舞いだよね。キスケでカラオケ大会やったんですけど、審査員で、そう、マイとエミネが来てたんですけど、すごかったよね。ねえ、もうなんかみんなすごくて、何がすごいんだよ。だから歌が上手くて、何があって言わんの、何がすごいんだよじゃなくて、何がって言わんの。いや、もうちょっと具体的に聞きたかった。じゃあ今から具体的に説明しようと思います。はい、はい。まあでも一番聞きたいのは最後の人だって。最後の優勝した人、最後、一番最後にバッてなんか風みたいに現れて、バッて消えて、バッて歌って、バッて消えていったよ。かっこよくない。女の人で何の歌ったっけね。1万ボルト、なんたらかんたら1万ボルト、君の瞳は1万ボルト歌って、女の人でめっちゃ拳聞いたじゃないですか。もうめっちゃすごかった。天城越えとか歌えるとらんかったん。楽しかったです。楽しかった。そう、いいな。あとは、男の人なのにアイコのカブトムシ歌ったりとか、そう、すごいね。やばかったよね。そう、すごかった。歌いこなしたすごいと思う。もうバンバン飛び降る人とかもなんかね、すごかったです。そう、お疲れ様でした。お疲れ様です。カラオケの締めの曲は何歌ってますかって。カラオケの締めの曲何やろね。締めの曲か。で、盛り上がる曲で終わるかな。いや、うん、あ、前ね、AKB好きなね、友達2人とね、行ったらね、最後はね、あのね、AKB さんのマジョテッペンブルースで、めっちゃセリフバリバリ言って終わる。この間サポートした時はスペシャルジェネレーションだね。あ、まあ、基本スペシャルジェネレーションかな。盛り上がる曲やね。で終わるよね、うん、確かに。だから最後バラードはね、あれよね、なんか、この前はなんかプリズムだって終わった。そうな、うん、この前、結構前やね。結構前、結構前やね。びっくりした。あれ、ひめきゅんの曲、あと今日、キスケでね、あの、休憩時間の時に、そう、歌ったの、歌いました、二人で。ブレス歌ったね。ブレス歌ったね。ね。
エミラが入れたんじゃないか、歌ったね。うん、そう。歌わんけ、みんな歌わんって歌えたね。そう、なんか誰かが入れとって、みんなが、あ、行ってくるうちで全員おらんなってね。そう、2人で歌いよったね。今治のね、キスケね、入ってないよ、やっけん、ちょっと。やっけん、マテマで入っとん見て嬉しかった、ちょっと。確かに、いいよね。感動みたいな。駅前店だけ。あー、そうやね。が、キメキョンの曲は入ってないんで。そうそう。行ってほしいね。行ってほしいです。ぜひぜひ。ということで、はい。ちょっと次の曲に行きたいと思います。初めての曲ね。聴いてください。キメキョンで8分の1のブレスです。残念ながら生放送じゃなくなりました。ごめんなさい。メキュン公演情報キュン。はい、ということで公演情報でーす。公演情報はい、これいいよみたいな。はい、ということで今多分この10月1日土曜日ですか。はい、今頃多分私たちは公演をしてる最中、してる最中ですか。ですね、最中ですね。最中。今でも年もで歌ってて。いや違います。君の歌です。ね。まあ何でもいい。何でもいいよ。何でもいいよ。はい、ということで、はい、やってる最中なんですけれども、はい、10月定期公演が、バンバン。バン。盛りだくさんということでね、明日10月2日も、定期公演をやるんですけれども、はい、その前にイベントがね。はい、ということで、はい、今治のハイブランド花祭りというのにお昼です。お昼にあります。お昼して、お昼時間私たちあの出演させていただくことが結局決まりました。イエーイ。萌の地元だね。そうですよ。これは今治大浜ですか。そうです、大浜漁協ということで、海じゃないの。海だよ。海、海ぐらいしかないよ。大丈夫さん、本当絶対魚よね。なんか大丈夫。アイマスクつけてこか。鼻目がね。はい、ということで。ね、それ、そう。その、それを昼して、
からの、で来てからの夜公演っていうことなんで、ファンの皆さんは大丈夫なの？ファンミラはまだ、マイラは大丈夫だけど、ファンの皆さん、外やないかな、多分ね、なんか、そうだよ、イメージ的に、日当たるとこしかなかった気がする、あの辺。マジで？ファンの皆さん、だから外で、外で、外で、そんな安いかな？暑いって言って、日陰に、寒い、寒くもないと思う。暑いって言って、かき陰に行ったら、魚がバーって落ちて、寒いってなって。まあでも今治のタイは美味しいよ。そう、美味しいと思う。そう、タイのお祭りだよね、タイブランド。へぇ、いいタイってことだよね、多分。え、ブランド、ブランドのタイ。お、じゃあめっちゃいいってことだよね。すごい。まあそれをしてからの定期公演ということで、皆さんついてきてね。ね、頑張ってね。はい、そして来週10月9日、10月10日も定期公演あります。はい、連続だよ。やばいね。はい、ぜひぜひ。なんかね、なんかつけ回ってきたみたいな。ねえ、なんで9月にしてくれなかったのかな。10月8日、来週の10月土曜日、来週の土曜日ですか。はい、うん。軽自動車協会ライブ、何回放送？中継？中継、生中継もあります。詳細はちょっとね、またホームページを見てください。はい、ぜひ見てください。見てください。そして、マジルコのことでもよく聞け、超ラジオ館。ということで、私たちですね、うん、はい、これね、うん、まだあんまり詳しいことは決まってないんですけれども、はい、はい、阪急交通社姫キュンチェック初詣バスが決まりました。やったやったーやったーやったー。ということでね、2010年来年ですね。2012年ね、いやね、いや、タイムスリップやん去年か、うん、2012年1月14日から15日土日、土日です。はい、伊賀さん誕生日だ。おお、なんか嫌ってなるじゃないですか。もごめん、どうすることもできなくない。どうすることもできない。まあでも伊賀さんも行きますよね、これ。あ、そうなんですか。あー、ダメ、なんか行く。あ、まあ、じゃあ、みんなでメール送ろう。うん、こう、初詣しながら、初詣しなって、初詣しながら、こう、お誕生日おめでとうございます、ハッピーバースデーという神社行きながら英語の歌を歌う。最悪やん、それ。はい、ということで、そう、土日となってるんで、これぜひね。そう、これやばいよ、やばいよ、やばいよ。だって初詣バスは300人限定でございます。淡路島です。300人も行けるらしいですよ。バス6台か7台を連ねていくそうです。え、みんな一緒に行こう。もうお値段は39,800円。ちょっと高いんですけども、お年玉を貯めてください。39,800円。まだ時間があるんで、お小遣いを貯めちゃいましょう。そう、お金の以上の申し込みやってるんです。まだ10月の13日からかな。10月の13日から申し込み開始しますので、はい、申し込み方法は阪急交通社のホームページを、結局ホームページにも飛ばす、多分、はい、飛べます。10月13日ぐらいに上がるので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、応募待ってます。待ってます。メールコーナーです、ペンネームえみなおしさんからいただきました。はい、みきの皆さん、こんばんは。こんばんは、先日の公演お疲れ様でした。僕も行きたかったけど、その日はSKE48 の劇場公演だったので行けませんでした。でも25日のイベントは必ず行きますので、ケロケロケロさんということで、今日来られたね。来てた、来てた、来られてたんだ。ありがとうございます。多分予想つくな。うん、 SKE さんのT シャツを着ていた。着ていたね。着ていた。他にメールありますか。はい、ありますよ。ラジオネームヨンボさんからです。はい。姫宮の皆さん、こんばんは。こんばんは。24日の定期公演までの3週間長かったです。今と違う場所なんで、うんうん、スペースのある後ろ側、うん、にいて、思いっきり跳ねて声出して騒いでました。見つけたよ。はい、本当ね、余計ね。で、飛びすぎてふくらはぎが痛いです。あら、ミラも痛いです。で、キスケも姫キュンルームを確保するため、うん、朝9時に一番乗りしました。ありがとうございます。
カラオケ大会のね審査員にいた時にスタッフさんがおったって言ったね。そうそう、朝からから朝から開店する時からね並んでくれてたって言って、うわーと思ってすごい、ね、なんかもね、ファンの皆さんと温かい、ね、そこの姫キュンルームにいるファンの人たちと写真ね乗り込んで撮りに行ったじゃないですか、うん、あの前に正座して撮ったよね。そう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 で、まあその、あの何姫キュンルームにこう写真、うん、ほのかたちの写真が貼ってるんですけど、 そうそうそう、その写真の前で写真を撮るのがを夢見てたらしくて、この方、そう、念願かない、嬉しいですって、来週の公演も楽しみにしてますということです。ありがとうございます。よかった、願いが叶ってます。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム隠れファンさんからです。はい、姫キュンの皆さんこんばんは。こんばんは。ソロで写真集やイメージ DVD を出してみたいなって思ったことはないですか？もし撮影するならどこでしたいですか、とのことです。イメージ TV だったらさ、ほのかとかさくとかあれやない、萌えとかデートの、あ、そう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 、撮ってるからさ、あれをイメージ DVD って言うんじゃないの、うん、そうよ、そうそう、まあ、でも数少ないかったからね、あんまりあのアイリがしたとこ、あー、あー、今あのキュートさんの鈴木愛理ちゃんが、あの愛媛のでや撮影したんですよ。そう、もうやばい。どこだったっけ？えっとあそこや、大三島。三島。三島？え？三島は？大三島。大三島かな。島で決めてないのか。中島？え？まあ、いいや。まあ愛媛でして。そうそう、愛媛の島で。そうね。あそこがいい。綺麗ね。まあ夜の海にしたいな。か。あの。久々のラジオ楽しかったです。長谷部でした。いやー、やっぱラジオって楽しいわ。岡本舞でした。なんで河野穂香でした。何が、渡辺美奈でした。穂香の